ネマハ軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点の人口は7576人で、軍庁所在地はオーバーン。ネブラスカ州のナンバープレートで、ネマハ軍の車両は最初の数字が44になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際、ネマハ軍の車両登録台数が州内の軍の中で44番目に、 多かったからである。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍は総面積1067平方キロメートルである。このうち1060平方キロメートルが陸地で、7平方キロメートルが川や湖などの水地域である。総面積のうちの0.63%が水地域となっている。ネマハ軍の東の境界線は、ミズーリ側に総ううに引かれていて、 対岸は水売り州になるが一部その対岸にも領地を持っている。2000年国勢調査時の軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によるとネマハ軍には7576人3047世帯及び1980家族が暮らしている。人口密度は7平方キロメートルで3 平方キロメートルの平均的な密度に3439件の住居が立っている。この軍の人種の構成は白人97.60%、黒人0.36%、先住民セント、アジア系セント、太平洋諸島系セント、その他の人種ント、およびパーセントで、 1.00%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。ネマハ郡に住む3047世帯のうち29.50%は18歳未満の子供と暮らしており、55.00%は夫婦で生活している。7.20%は未婚の女性が接待種であり、35.00%は家族以外の住人と同居している。 30.50%は独居で、全世帯の16.20%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.32人であり、家庭の場合は2.91人である。軍の住民は23.20%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が11.90%、25歳。 以上44歳以下が23.90%、45歳以上64歳以下が22.70%、及び65歳以上が18.40%となっている。平均年齢は39歳である。女性100人に対して男性は93.30に見て、18歳以上の女性100人に対しては男性は92.00にいる。 軍の世帯ごとの平均収入は32,588ベードルで、家族ごとでは43,780ベードルである。男性の39,56ベードルに対して、女性は19,263ベードルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は17,004ベドルである。総人口の12.60%、 家族の8.30%は貧困線以下である。18歳未満の子供の13.20%及び65歳以上の13.50%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。